ダリン・ポール・マストロアーには、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ウエストチェスター軍、マウント・キスコ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2007年の MLB ドラフト16巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、6月12日に入団。2011年8月23日にトレードで、 加入したケリー・ジョンソンがパスポートをアリゾナに忘れて、カナダに入国できなかったことによる緊急処置として、24日にメジャー昇格し、同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。2012年2月1日にディーフとなった。2012年2月9日、ウェーバーでミネソタツインズに移籍した。5月9日にメジャーへ昇格し、 主に外野の控えや代償要員として77試合に出場した。2013年4月16日に左足首を負傷し、翌17日に15日間の故障者リスト入りした。5月22日に60日間の故障者リストへ移動。8月15日に故障者リストから外れ、参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格した。8月30日に最昇格。 この年は30試合に出場し、打率185.5打点に盗塁だった。オフの12月23日にディーフとなった。2014年1月9日にツインズとマイナー契約で再契約した。4月9日にツインズとメジャー契約を結ぶことが発表され、翌10日に40人枠入りした。7試合に出場したが、4月20日にディーフとなった。 2014年4月22日に、ウェーバーで、フルス、ブルージェイズへ移籍。同日に、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動した。2014年11月1日にフィラデルフィア・フィリーズと、マイナー契約を結んだ。2015年5月5日に、金銭トレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。11月6日に、FA となった。二千十五年十二月十四日に、 フルス、ツインズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、トリプル A 級ロチェスターで迎えたが、5月6日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月25日に故障者リスト入りの後、復帰した7月4日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ロチェスターへ配属となり、8月8日に自由契約となった。 2016年8月10日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。シーズン終了後の11月7日に FA となった。ありがとうございます。